出てますかね。はい、入ってました。はい、そうですね。今回こちらがあの冒険者の街、うん、ビシエルの街になります。はい。結構ミニキャラがあの、うん、賑わっていますので、あの会話などサブイベントやメインイベントここで見ることができます。ちょっとですね、右下の方に黒猫たちがいるんですけれども、話しかけたらちょっと話しかけてみますか。ちょっといいですかにゃ。おう。あら、あなたは前にダンジョンで会った。うわあ、覚えていてくれて嬉しいですにゃ。にゃ。もう突然にゃけど、ちょっとだけ姫のお願いを聞いてほしいにゃ。お願い。はいですにゃ。本当に些細なことにゃんですけど、ツインテールやめてもらって。おお、やめてー。しまうの？ちゃんと聞こえたわ。あの意味がわからないんだけど。あ、姫ったらまた突っ走っちゃったにゃ。いけないいけない。ツインテっていうのはヒロインや姫キャラだけに許される髪型にゃ。まあまあまあ。姫もこうしてツインテにしているわけですけど、サーバーに姫は一人でいいと思うにゃ。あなたもそう思わないかにゃ。だから姫に譲ってほしいにゃ。ぺこり。別に私姫キャラをやってるつもりとかないんだけど、それに髪型なんてそれぞれの自由じゃないかしら。にゃお、やめてくれないってこと？ただでさえイメージカラーがかぶってるのに。これ全然つなぐ。そうさすなんですよ。そうなんですよ。はいね、悪いとは思ってないの。ごめんなさい。私急な用事を思い出してしまったわ。それじゃあ。ああ、どこに行くにゃ。姫のお願いどうして聞いてくれないのにゃ。行っちゃったにゃ。ああ、ひどいにゃ。姫、うん、こんなところにいたのか。探したよ。おお。悲しみに満ちた瞳。うつむいた猫耳、一体何があったんだ。どうか顔を上げておくれ。君にそんな顔は似合わない。イケメン。あのね、女の子ですよね。女の子です。女の子。女の子です。女の子ですね。はい。でもどうしても聞いてくれなくて、冷たくされちゃったのに。なんだと。くっそー。僕の姫に嫌がらせをしたのは一体どこのどいつなんだ。痛いよ。痛いやりとりだよ。キリア、うわうわ、みんなに殴られる。なかなかですね。すごいこと言ってましたね。なかなかのキャラですよ。最高じゃないですか。そうですね。まあこうやって、まあ、グググググってなっていただけたら、まあ嬉しい限りでございます。はい。ですね、町にはいろいろな施設があります。はい、はい、ジム屋もありますし、うん、一つですね、大聖堂っていうところに、はい、これね、はい、入ってもらってもいいですか。お、大聖堂へ。はい、大聖堂ではですね、女神に祈りを捧げる祈祷だったりとか、あとギャラリー、今まで見たイベントの CG を見ることができます。はい、で先にちょっと女神様に祈りを捧げてから行こうかなと。それはですね、祈祷をすることで様々なあの効果が得られる内容となってます。今回は無料のお手軽に行きますか。はい、はい、はい、お金がかかるわけですよね。そうです。お金ですかね。そうです、ね、金です。はい、そうです。はい、捧げました。はい、じゃあもっとバツボタンで、はい、でワールドマップに行ってみましょう。バツボタンでお願いします。今回ワールドマップになってます。各それぞれポイントポイントでダンジョンを選べるようになっています。はい、ですね、このアルフ平原、はい、はい、お願いします。はい、ここに決めた。ライトの力見せちゃうもんね。はい、ではですね、ダンジョン中は最大4人パーティーであの移動することができます。
で、リーダーが操作キャラになります。戦闘自体は結構シンプルでして、あの四角ボタンを押していくことで、あのコンボがどんどんつながっていく形になってます。そうですね、まあ、アクション RPG なので、まあ、これまでのシリーズとはやっぱちょっと戦闘のシステムも違いますので、かなり直感的にキャラクターが操作できて、はい、誰が開けたの、はい、あ、すみません、まってますね、私が開けてしまいました。わ、いっぱいいる。できますので、敵の弱点を見たりとか、戦闘の状況を見ることができます。あとはキャラクターもいつでも変更することができるので、ね、プレイヤーキャラ変えたいときは、まあ、メニューとか開いちゃったり、もうボタン一つですぐに変えることができますね。でパーティー編成でもう、変えたいキャラに合わせて三角ボタンを押すだけですぐ変えられます。はい、この辺の切り替えももう一瞬ですね、はい、結構キャラクターごとにあの操作の感じが変わってくるので、実際にあのすいません、基本やってます、基本全部解放してしまいました。データ作るときにもう取っちゃったんで、はい、ネタバレになるんでね、そこは、はい、あ、なるほど、うまい、うまい返しを。なんか修正じゃないですよね、こうね、宝箱を見つけたら取り合いでも取りたくなっちゃう。僕そうなんですよね。すごい攻撃範囲が変わりますね、やっぱり武器で。結構ボス強いんですけれど、こっからですか。ボス戦ですね、はい、おお、ダンジョンの奥にはボスもいますので、あのレベル上げたい時とか、お前がボスか、戦ってくれたと思います。めっちゃ強そうですね。ねえ、うん、あ、うん、この辺は結構アクション的なこう立ち回りがかなり要求される、まあ、ボスですよね。そう、攻撃をちゃんと避けながら、まあ、ヒットアンドアウェイを繰り返したりとか、なんかこのボスにはこのキャラクターで対戦した方がいいよとかあるんですか。特にはそうです、好きなキャラで、好きなキャラでも好きなように叩ければ。なるほど。 あとはですね、たまにあの攻撃が通らないパワーがいるんですけれども、そういう時にはやっぱり魔法を使ってみたりとかしてみると効果的かもしれないですね。これ今パーティーメンバーの自動で動いてますけど、まあ頑張ってね、はい、戦ってくれてますけど、これ作戦が変えられるんで、いろいろ指示を出すことによって、まあ、戦い方をあの変えてくれますよね、仲間たちは。はい、いけますね。すげえ喜んでる。走り回ってる。めちゃくちゃ回ってるじゃないですか。やった。あとはあの実際にマルチプレイも楽しみいただけますので、うん、マルチプレイはあのマルチ専用クエストを皆さんで、あのクエストをクリアいただくという形になります。はい。さらなる強敵が出てくるんですね。そうです。さあ、そろそろ